ハインリヒ・ザ・リンガー・ハインリヒ・ゾ・リンガーは、スイスの植物学者である。オランダ領東、インドで働いた。チューリヒ州のホヤーターレンの農民の息子に生まれた。教員養成学校に学び、代用教員として、小学校で教えるが、博物学者になる希望を持っていた。1837年に、チューリヒ大学に入学し、 オーギュスタン・ピラミュー・ド・カンドールやアルフォンス・ドゥ・カンドールの元で学ぶが、経済的な理由で2年で退学した。1842年に教師を辞め、ヨーロッパの博物館や個人に採集した植物を売って生活することを目指して、オランダ領東、インドに渡った。はじめ、スイスの農園主の家に住んだが、農園主が死ぬと、ボイテンゾルグ植物園の監督、 ヨハネスエリアステイスマント出版業者のファン・フーベルのために働いた。植物園の標本を整理し、フーベルの雑誌、ディザクリフト・ボーアにロンズ・インディに記事を書いた。1844年には、博物学者のフランツ・ビルヘルム・ユング・フーンと1年近く、同じ島で暮らしていたが、彼を競争相手であると思っていたゾリンガーは、協力することはなかった。 1845年から1846年に、バリ原住民に対する追悼作戦に同行し、バリ島に短時間滞在し、現在のシンガラジャの町の文書や工芸品を集めた。1847年に、総督の依頼で、小スンデレ島を探検し、スラウェシ島のマカッサルも訪れた。1815年に大噴火を起こして以来、登る者のいなかった。 スンバは島のタンボラ山にも登った。1848年に、オランダ領東、インドでは、継続的な仕事を得ることができないまま、スイスに戻り、キスナハトの学校の校長になるが、1855年に、妻子と再び、ジャワに渡り、ココナツ農園を開くが、感染症で41歳で没した。インドネシアの自然史について包括的な著作をする、ことを希望していたが、 その希望もユングフーンの著作が発表されたことによって立たれていた。ムクロジカの植物の俗名、ザリンジェリアに懸命されている。ゾルは植物の学名で命名者を示す場合にハインリヒソリンガーを示すのに使われる。ありがとうございます。